皆様こんにちは、ひろひろです。いつもご視聴ありがとうございます。本日10月21日付の配信分のコメントになります。本当に残念ながら、まだロシア軍によりますウクライナへの侵攻続いておりますので、本日もウクライナの国旗を掲げて演奏したいと思います。今こちらにポスターがございますけれども、今回はですね、いつもあのカレンダーとそれからこちらの写真でお世話になっております小林さんの方からリクエストをいただきましてありがとうございます。こちらのポスターの、青木雄一先生なんですが、歌手であり作詞作曲家であると、そして、歌謡教室の先生であるという方なんですが、実は小林さんと同級生ということで、今回は、青木先生の作品を2つ取り上げたいと思います。1曲目、青木先生が2018年に出されました、人生二人旅、これは作詞作曲は須藤博士先生になりますが、青木先生の、歌になります。こちらを、1曲目テナーサックスで演奏したいと思います。音源は今の CD からになります。そして2曲目、こちらは青木先生が作詞作曲されて楽曲を提供されて、田村守さんという方がお歌いになりました。つくば霞ヶ浦リンリンロードという、茨城のですね、霞ヶ浦を一周するサイクリングロードですね、サイクリングコースがございますが、そちらの応援歌ということで、青木先生が作詞作曲をされたものになります。2曲目といたしまして、こちらをフルートで演奏したいと思います。音源は今回特別に青木先生の方から、お借りいたしました。大変感謝申し上げます。そして3曲目、ジャズの方から T42 をアルトサックスで演奏したいと思います。音源は YouTube の藤井先生のサックス教室の音源になります。こちらもいつも、お借りしております。ありがとうございます。本日も以上3曲、最後までご視聴いただきますようよろしくお願い申し上げます。また、一日も早いウクライナの平和をお祈り申し上げます。以上、ひろひろでした。ありがとうございました。